聞こえてますよそれはお宅ですか今日はそうです自宅です自宅のリビングみたいなところですねそうですそうですもう娘にお父さん不潔だから必ず感染するからそしたらスタジオ閉鎖になっちゃうから契約かけるからちゃんとやってつだけなってことないですよ自粛しろって言われまばな そうですねまあスタジオで結構あの飛沫飛ぶタイプの方でいらっしゃいますからね先生のつばきがすごい飛ぶもんねだからそのとおあの曲もねかがね懸案事項だったんでちょっとまあ冗談ですけどさて今日は今日はねちょっとね僕まあ一応研究者なんではい あの、専門家会議のなんか議論っていうのが、だんだんなんか根拠が怪しくなってて、ちょっと心配になってるんですね。うんうん、で、一つは例えばほら、あの、接触8割カットすれば、1ヶ月で感染が減るとかさ、うん。あれびっくりしちゃった。だって8割きちんとさ、感染減るって言ったって、できてるかどうかわかんないじゃん。いや、違うんですよ。<何>8割カットしたら、うん、 なんで、うん、あの、感染が減るかっていう根拠が一つもないんですよ。うん、示すべき根拠は。だけど、8割なんて普通の人は絶対に。 あのー、ほとんど会社辞めなきゃいけない状態になっちゃうから、うん、絶対できないじゃないですか。いや、私がびっくりしたの間違った。何もしなかった場合の死者数っていうのが、あれ、急に言われてびっくりした、ね。42万人近くになるっていう,うな。まあうん、あれは、あれですよね。2>, ね2メートル以内で、30分つ、あの、うん、何、接触をしてればね、うん、あの、向き合ってれば、あの、41万人死ぬっていうこれも全く根拠ないでしょえ、根拠ないの 客観的なデータなんか一つもないんだええ、怖い。なんか、ちょうどされたわ。いや、だから、これを平気でテレビで流してるって大丈夫なのかって。うん、僕が大学院生を教えたら、こんなデタラメなことやっちゃダメだよっていう。ちゃんと証拠出して実証的な根拠を示さないといけませんよっていう、うん、で仮説が間違ってるかもしれないじゃん。うん。だって、 密集とかまだ言ってるでしょあれ初期段階じゃない、うん、人と人の接触ばっかりじゃない、うん、今人と物と人だからさ、うん、例えば、あのー、スタジオだって、ひょっとして感染者がね、ねドア,ドア触ったら、うん、その人もあれになるし、うん、全く知らないうちに、まあ、郵便局員の感染みたいのもあるからさ、その人の郵便ね、うん、を触っちゃったら感染しちゃうってことも起きちゃうわけですよ、うん、万が一だけど。うん 年寄りはよく指舐めるしね。あ、そうね。よく僕も言われますけど。かわちゃったんだな、あが。なんか、試験のあの、回答、答案をこうやって、舐めてこうやって配ったら、学生に、学生、先生汚いっすよとか言われちゃって、それショックでしたけど。まあいいや。それで、あの、この言い方ってみんなね、責任逃れなんですよ。 なんでかっていうと、うんうん、例えば外、外出の自粛に失敗した時の言い訳になってるわけですよ。はい、国民が責任があるんだっていう話になっちゃうじゃないですか。で、もし、うん、あの、なんていうんですか、下回ったとしたら、うんうん、あの、目標よりもね、下回ったとしたら、うん、例えば、あの万、万十四41万だからさ、1万人死んだとしてもさ、うん、政府がやったおかげで、そう減ったんだっていう話になっちゃうから。でも、いきなり41万ってさ、うん あれ根拠がないんだとしたらなんでそんな伝え方したのいやだからそうやって責任逃れですよそういうシミュレーションよくあるんですよ。あの方はでも現場ではもうものすごい頑張ってた方なんじゃないですか かもしれないですけど、国ラす大学の西浦博さんって方がおっしゃったんですけど、うん、あの、うん、まあ、説として、その、まあ、専門家委員会が、うん、に、あの、うん、安倍政権側が言わせたっていう説と、うん、あの、やっぱり安倍政権側のやり方がぐらぐらしてるんで、うん、専門家の立場 としては危機管理が全然できてないから、あえて。え、そういう危機的な状況だっていうことを表明するために、西浦さんが独断でやったんで。まあまあ、良心的な二つ説ありますよね。うんはい、まだね。いや、だけど、二つじゃなくて、三つ目があって。うん、何の検査もしてないのに、根拠がないのに、行っちゃったのは、自分の言い逃れになるっていうね。僕はやっちゃいけないことだと思ってます。専門家。僕の意見ですよ。もちろん。はい,は,いはい。で、もう一つは、やっぱりね、こうい。 都知事の振る舞いが僕はどうも気にななってしょうがないどういうことでしょうでそれはなんとなく国となんか戦ってるふりしてねお金を取ってきてるみたいな、うんはい、そういうところにみんななんか拍手喝采してる人もいるんだけど、はい、僕はちょっと気になってるのは、うん、本当の原因は接触感染だったりそれから武漢の事例で見るように、うんうん あの家庭内感染と同時に院内感染が半分近くだったじゃないですか、それはとても多いですねだ,、うん、だから、院内感染をずっと隠してるんじゃないかということを、もうどうしても思わざるを得ないんですよ。うんうん、前回もあの台東区の永住の総合病院が、ねうんはい、163名感染して、24名も死んでるということについて。 ほとんど言及しないまま、夜の街のね、なんか飲み屋街が,が責任だみたいな議論をわーってやってるのは、ちょっといかがかなと。これがまた最近起きたのは、中野、ある中野のあの、コールセンターの問題もあるんだけど、中野のエゴタ病院ってあって、エゴタ病院は87人の医療関係者や患者の院内感染を引き起こしたんですよ。 それが分かったのは実は4月1日からだったんですよ。あそうなんで10日前。なのに、それを情報を開示しないで、それをどうしたら根本的に抑えられるかってことを熱心にほとんど言うことはないんですね。大変ですって言ってるだけで。じゃあ、情報を隠したの、どこが隠したってことになるわけいや、わかんない。とでしょ少なくとも。いや、小池さんの指示でやったかどうかわかんないけど。あっ、すぐ言ったんだよね。あそこの、なんだっけ、保健所にはね。うん。そう。 あの、金子先生に、ぜひ、あの、経済学者の立場からお伺いしたいんですけども、うん、あの、条件付きで30万円を国民のおよそ2割に配るのと、それから一律で10万円を全国民に配るのと、まあ、急に麻生さんがあの手を挙げた人だけにしかあげないとかって言ってるみたいですけど、これ、その、国民に対する給付っていうのでは、一番こう効果的なものはどういうものかっていうのは、 いや今、やっぱりちょっとね、手続きが煩雑すぎるね、うん、やっぱりスピード感っていう点で言えばね。 やっぱり、一応出して、後から税金とかそういうんで、うん、給付をね、お金を持ってる人は、後から吸収できる仕組みを作ればいいんだって。ということは、最低でも一律給付を迅速にってことうん。その方が、今、条件が厳しいと、うん、もう、どん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 、東京から逃げたりするような、もう、職がどんどんなくなって、うん、雇い止めみたいのが増えちゃってるから、そうい、ん、う生活できないと。うん でもう一つそれとの関係で大事なのは雇用調整助成金を、うん、とにかく基準を緩くしないとダメだと思うんです。うん、そうしないと、またこれ出るのが5月、6月、7月ってなってると、うん、もう意味ないじゃないですか。うん、雇用、雇い止めが起きちゃったらね。だからその迅速なところは雇用を守るとか、生活を守るとかいうところの迅速さっていうのは大事だと思うんですよ。うん、あともう一つ、そこで。うんあ いやいや、そこはすごく大事なんですけど、ちょっと小池さんにまだ言わせていただくのは、9億円のテレビ CM って一体いかがなもんでしょうかってことなんですよ。だって、検査をしないでさ、院内感染を起こしちゃったわけでしょ、検査をすると院内感染になるって大曲隆夫医師が、このブレーンがそういうことを言っちゃってさ、その責任逃れみたいなことになっててさ。 で、一方で、こう、ど、どうなるかっていうのをよく考えてほしいんですけど、基幹病院がさ、崩壊が起きると、救命もできないでしょ、うん、救急医療もできないっていうふうになると、はいはい、検査してないんで、誰がけ感染してるかわからないから、うんうん、入れなくなっちゃうんですよ、うん、中に。だから 入院できないし、新たな患者は受け入れられないし、他のそのうち重篤な病気、うん、例えばの脳梗塞が起きましたとかさ、なんかいろんな、現場でも40回、四十回たらい回しにあったとかって話が今、聞こえてきますね。で、そういう状態で、うん、あの起きてるので、そこへ全力を。 傾けてね、うん、その感染をとにかく防ぐためには、うん、基幹病院の検査を猛烈にやって、うん、安全な状態にしてっていうことをやんなきゃいけないんですよ。はい、で、でね、実は和歌山県知事は、うん、この再生盛やった病院で同じことを院内感染が起きたときやったし、大分、うん、県知事もやったし、うん、愛知県の知事もやってるんですね、今、鳥取県もやってるんですよ。うんんで,すよでどんどん 全国で感染をまき散らしているように僕はそういうふうに見えるんです。で、しかもね、週刊文春の取材が正確であるとすればだよ。はい、うん。あの、自分が出ることを条件にしてね、宣伝費9億円でテレビ CM やるっていうのは、ちょっと僕はいかがかなって。うん、あ都知事選の前じゃない。そうだ。もう、選挙なんだよ、ね。選挙の前だし、うん、別に小池さんが言わなくてもいいような、 都民になんか行動を自粛しろみたいなね、うん、上から目線のなんか発言をしてるんだけど。あと、ね、じ,ゃあじゃあ医療崩壊どうするのとかいうことをきちんと答えるならわかるよ。だからそうじゃないものをわざとなんか呼びかけるようなことやって都民の税金やるっていうのは、僕はなんかこんなひどいどさ,どさくさ紛れに選挙向けのアピールをやってるように思われるだけで、僕はとにかくリーダーとしては失格だと思う。 とがああいうコマーシャル打つんならば、もうちょっと別の方法も絶対にあっていいよなと思いますよね。うそうそう。うん、大竹誠さん出すとかさ、いやいや私だって生きてますみたいな、<laughs> そういうのが大事だと思います,まますなんでギリギリみたいな感じで俺が出てる。あのー、金子さん、小池百合子都知事をかばうわけじゃないですけども、その安倍さんはじめ政権与党のその行政府からの発信が弱いから、逆に小池百合子さんの発信が 強いもの、いいものかのように相対的に見えちゃうっていうところもあるような気がするんですか、ね、いや、それはもう、ど、どこ見ても小池さんの方が、えん、あの、宣伝上手ですよ。だって、大変な、もう医者がさ、ば防護マスクもないで、うん、その、カッパで防護服の代わりやってて、うん、必死にやってるわけじゃないですか。だから、家と、家とじゃら、うん、家で犬とじゃれついてるなんていうのをさ、インスタグラムに出すのは、それはもう、どう見ても不謹慎だもん。 だから両方ともひどいんだけどどっちがひどいかってったら安倍さんのがひどいんですが浮きたって見えるだけだと僕は思うんですよ厳しい言い方だけど僕は今はねやっぱり今起きてるのは例えば韓国見ると1日あたりの感染22人まで抑えてるんですよで香港1人台湾はついにゼロですよ。 で、これ見れば、もうドライブスルーで膨大な検査して、個別の、その GPS でね、個別で追跡をして、専用の病棟を作っていくっていうね、WTO が推薦しているような東アジア型のね、やり方がもう明らかに優位なことは明らかなのに、その状態で、 一切そういうことをやらないで、検査はなかなか進まない、専用病棟も。なんかまた水増しだったんでしょう、二点、二、はい、兆、あ、二万八千兆とかったけど。ねまあ、実際に一万一千兆しかなかったっていうこと、ね。そう,そう、そう、かだから、そういうなんか空きベッドをそのまま。数をね、あの、出すとかいうようなやり方、僕はね。ちょっと。誠実だし。人が命がかかってるような状、状態でね、言うべきことでも、やるべきことでもないと。だから、やっぱり。 基本的には、徹底的な GP、あの、うん、いわゆる膨大検査、GPS 個別追及あの、追跡でね、うん、それで、あの、専用病床を作ると。うん、船の科学館って、あの、日本財団がね、うん、とにかく1万床を提供しますって言ってるのにさ、もう、はい、また積極的にそれを活用しようっていう体制もないんだよね。うん、ちょっとイライラするわね、正直言えば。うん、この動きの操作、うん、というのってのは何なんですかね その、うん、例えば官僚の方々がいろいろ気遣いすぎて自由にこう身動きができないとかってそういうようなことがあるんですかいや、例えばね、GPS の、あ、GPS じゃない、PCR の検査見てもさ、うん、いつまで経っても厚労省は自分のテリトリーでしか言わないんですよ。うん、じゃあ文科省が持ってる研究機関や大学の PCR ってすごくたくさんあるんですよ。うん、ところそれはもう、 縦割り行政のまま、相変わらずこんなこんな気球存亡の時に、まだりな縄張り争いやってるっていう、ね、もそれこそ官邸主導でやらなきゃいけないことじゃないですか、ね、でそうだと思います、僕も。